こんにちは、ブラックパンダです。今回は修理ではなく改造をしていきます。こちらです、シンクパッド X220 です。以前修理したのとは別のものになります。ジャンクで5000円で購入してきました。今回からパート分けでこいつの魔改造に挑戦してみたいと思います。前回修理の時にいろいろ調べていたらこんなサイトを発見しました。この X220 は発売から10年経ちますが、未だに世界中にファンがたくさんいて、モッドの導入やら改造やらをたくさん行われています。で、その有志たちによってその方法がこのサイトに記載されています。で、それを見てこんなにいじるノートパソコンって他にないんじゃないかなと思って、なんか楽しそうだったのでやってみようと思いました。今回の動画でやるのは動作確認、簡易清掃、グリス交換、パワーデリバリーモッドの導入、メモリの増設、 SSD を搭載して、ジャンクで足りていない部品があるのでそれを発注したので保管したいと思います。はい、ポート類を見ていきます。 USB3.0 ミニ D サブ、ディスプレイポート、 USB2.0 エクスプレスカードスロット、そして反対側いきましょう。 SD カードスロット、給電能力の高い USB2.0 に LAN ポート、イヤホンジャック、そしてここにストレージが入ります。で、裏側です。こちら Windows 7 Pro のプロダクトキーありました。でもバッテリーはありません。はい、で、後ろのこのアダプターのところなんですけど、ここ破損していて、正規品はこのような形で真ん中に丸いプラスチックがあると思うんですけど、このジャンクのやつは壊れてないですね。ただこの状態でも通電するみたいなんで、後でチェックしてみたいと思います。外観は結構使用感があって色ハゲが目立ちますね。中を見るとキーボードがありません。これもジャンク理由の一つでした。そして筐体にちょっと見えづらいですが割れがあります。角もちょっと削れてる感じですね。で、チラチラ見えてましたが、こちら Core i7 搭載のモデルです。 X220 だと最上位モデルになります。はい、それでは動作確認していくんですが、起動するにはキーボードについている電源スイッチが必要なので、以前修理したやつから借りてきました。一応 BIOS 確認済みのジャンクだったので普通に起動してくれましたね。 OK です。で、 BIOS は後で確認してみましょう。それでは次に清掃していくんで分解するんですが、この矢印の部分のネジを全て取り外します。メモリだけの交換ならこの2箇所を外せば OK です。で、今回はキーボードがないのでこの2箇所のネジはありません。全部分解するためにはモニターも外さないといけないので、この2箇所のネジも忘れずに外しましょう。DDR3 の 2GB のメモリですね。ここのネジ1本外すとストレージにアクセスできます。中を見てもマウンタがないですね。これも用意しないといけません。はい、次にパームレストを外していくんですが、ここにフレキケーブルがついているので切らないように注意しましょう。まあでも思い返せば1年前までは自分がこんなにパソコンを分解するなんて思ってもみなかったですね。まあ人生どうなるか分かんないっすね。Bluetooth 3.0 のモジュールです。こちらは無線 LAN カードになります。次はキーボードベゼルを外していきます。レールに配線が乗っているのでそれを取って2本のネジを外します。
ここは割れやすいのでちょっと気を使って作業しました。まあ、そういえば全然関係ないんですけど、今日電動カートを2人乗りしているおじいちゃんおばあちゃんがいたんですけど、あれっていいんですかね。まあ、すごい仲良さそうで、まあいいなとは思ったんですけど、大丈夫なんでしょうか。赤い矢印のネジを取ります。でモニターを外して、この黄色の矢印のところにもネジがあるので、それも取ります。実は分解の練習を何回もやっていることは内緒です。ミニ D サブのところにもネジがついてるんで、それも取り外します。液晶コネクタを抜いてモニターを取り外します。するとアダプター部分のネジが見えます。はい、それでは簡単に掃除していきます。ファンを取り外して CPU グリスを塗り替えていきます。結構発熱するみたいなんで、このクマグリスを塗っておきますね。でグリスを塗ってから気づきました。 CPU ファンの清掃してなかったんですよね。なのでこのタイミングでやっちゃいます。軸にはミニ4のグリスを塗っておきました。このパソコンの改造が終わったら、まあ、主に修理用に使おうかなと思ってます。回路図をダウンロードして貯めておいたり、まあ、ちょっと調べ物をするときなんかにこのパソコンを使用できたらなと思っています。この壊れたアダプターを抜いて PD モッドに付け替えます。それがこちらですね。以前レッツノートの時に出てきましたが、それと同じやつです。これに付け替えるだけで USB Type-C によるパワーデリバリーに対応させることができます。こちら約2000円で、確か台湾だったと思うんですけど、そこから、取り寄せました。こちら購入される時は Core i7 かそれ以外の CPU で、ちょっとタイプが違うみたいなんで気をつけてくださいね。それでは組み立てシーンはカットします。はい、こちらアリエクスプレスで約3000円で購入しました。新品ですが互換品のキーボードです。イキって英語配列にしました。ちょっとね、やっぱ互換品なんでチャッチーンですよね。ただまあ僕は許容できるレベルです。尺の都合上カットしましたが、キーボードがパームレストに当たってうまく入らなかったんですよね。なので削り倒してやっと入るようになりました。これはテイク2です。家に転がっていた4ギガのメモリを2枚挿して8ギガにしました。キーボードを固定するネジなんですが、合うやつがちょうどあったのでこれをつけておきます。バッテリーもネットで買いました。互換品になるんですが、まあ、一応 PSE マークついてるので、まあ大丈夫でしょう。はい、そしてこれも買いました。マウンタとスペーサーです。でこちらが搭載する SSD になります。サムスン製の 250GB ですね。マウンタにネジ止めするんですが、本当はちょっとネジが見当たらなかったので、このスペーサーでなんとか抑えれそうなんで、それでやっちゃいます。次に出す予定の動画なんですが、この改造の続きではなくて、タブレット PC を今修理してるんですが、その部品が届いたのでそっちを先にやろうと思っています。
さっきはね赤かったと思うんですけど、ちょっと目立って嫌だったので黒く塗り直しました。それでは USB-C を挿して動作確認していきましょう。充電ランプちゃんと点灯しましたね。こちらが BIOS 画面になります。 Core i7-2640M ちゃんと i7 載ってますね。でメモリも 8GB で OK です。そして SSD もちゃんと認識されてますね。それでは Windows 10をインストールするところはカットしてベンチマーク結果を見ていきましょう。10年前のパソコンなんでね、どうしても性能は低めになっちゃいますよね。まあ、ただウェブを見たり YouTube を見る分には全然問題なく使用できそうですね。はい、それでは最後に起動時間を確認しながら今後の計画について話したいと思います。まずフル HD 化ですね。こちらモッドを導入して基板を改造します。次に無線 LAN カードの換装、ホワイトリストがあるのでそれを何とかしないといけません。そしてエクスプレスカードの増設、これは挿すだけですね。そしてスピーカーも高音質なものに変えて、それらが全部成功したらもうオリジナルのカスタマイズをしたいと思っていますっていう感じの改造していきますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。